んにちは、元気ですか？こんにちは、私は元気です。はじめまして、キャンティさん、どこから来ましたか？私はヨンと申します。何かおかしいことがあったんですか？私はヨンと申します。はじめまして、ヨンさん、どんなお仕事をされていますか？출판사에서일하고있습니다。出版社で働いているんですね。興味深いですね。どのような本を扱っていますか？ IT 책을다룹니다。IT の本を扱っているんですね。最近はどのような本が人気ですか？요즘에 ChatGPT 책이 엄청 잘 나가는 것 같습니다。最近は採用のプラチナに関する本がとても人気があるようですね。採用戦略には欠かせない情報ですね。인공지능책이잘팔려요。人工知能に関する本も素晴らしい売れ行きがあるようですね。技術革新によって人工知能がますます注目されているようですね。선생님도인공지능으로만들어졌잖아요。私も人工知能によって作られたので、確かにそうかもしれませんね。しかし、私は人間の手によってプログラムされているので、常に改良されていくことが可能です。일본어좀알려주세요。何を教えてほしいですか？イルボーンオロミュエオージアルガルー教デューリクかよ。데이트할때써먹을수있는말을알려주세요。デートで使えるマヨを教えてほしいんですね。では、例えば好きですという気持ちを伝えるフレーズなどはいかがでしょうか。あなたが好きです。あなたが好きです。または愛しています。愛していますなどが挙げられます。ただし、相手の気持ちを汲み取って無理強いしないように気をつけましょう。처음부터좋아한다고하면은뺨맞을것같은데요。最初から好きだというのは相手に惹かれてしまうかもしれませんね。自然な流れの中で徐々に伝えるようにすると良いかもしれません。また、デートの場ではお互いの思考や趣味を聞いたり、共通の話題を見つけることも大切です。趣味を물어볼때뭐라고말을해야되나요？趣味を聞いてみるときは、
相手が何に興味があるのかを探りながら話を進めると良いでしょう。例えば、趣味はありますか？と聞いて、相手が答えたら、その趣味に対して簡単な質問を投げかけたり、自分もその趣味に興味がある旨を伝えると良いでしょう。ただし、あまり詳しいことを聞きすぎず、相手が嫌がるような話題は避けるようにしましょう。趣味は何ですか？私の趣味は音楽を聴くことや読書です。あなたはどんな趣味をお持ちですか？趣味는자기전에넷플릭스를봅니다。夜にはネットフリックスを見るのが趣味なんですね。最近はどんな作品を見ていますか？SF 애니메를봤습니다。어?미안。